石原明の経営のヒントプラス30回目というシステムエンジニアの30代の方からお便ります。大きな挫折や忘れない失敗談などありましたらお聞かせ願いませんでしょうか。僕はどんなこう失敗と言われるような状況が起きたとしても僕楽しめちゃうんですよ。脳の構造を変えてるんですよ。脳って実は素敵な機能を持っているんですね、はい、それは物事をどう捉えるかっていうことをその一回インプットしちゃうと、はい、の同じような反応してくれるんです。ほとんどの人は起きることとそれに伴って現象として起きることとそれに伴って反応する心の感情は変えられないと思ってるのよ。だから悲しいことがあったら泣くと思ってるのね。苦しいことがあったらどうしようと思っちゃう、悲観するって、これ自動反応になってるんですよ。だから例えば失敗したらもうなんかこう落ち込まなきゃいけないと思ってたりとか、まあ大きな挫折とかっていうのもさ、みんながそうやってるからそうしなくちゃいけないみたいな感じなんだけど、すごく大事なことで、起きることとそれに対して自分がどう考えるかは別個に決められるんですね。全然切り離し、そう、それでとってもありがたいことは、人間ってまだ明日生きてるじゃん。そうやって考えると今起きてることって今日起きた方が良かったよね。じゃない事件とか事故ってあるじゃない。その時どういう風に僕は自分の頭の回路を考えてるかって言ったら、いや今日で良かったっていう風に、真面目に思ってるもん。だってこれがだよ、もうちょっと大きいことになって責任があってだよ、はい、久しならない状態で起きたらアウトだよね。その意識的にそれを自分で変えたし、それ変えた方が楽だからそうしてねっていう、これは心理学をやってる人はみんな知ってる。で実は自己啓発セミナーって心理学者からするとこんなん当然じゃみたいなことってよくあるんですよ。これで何百万払わせるセミナーともたくさんありますけど、実はここ分かってるとそれ自己啓発のセミナー別に行かなくてもそういうことがベースになります。ほとんどの人が生まれ育った環境で見たり聞いたりしたことを自分だと思ってるんですよ。で人生でその人が自分の人生の主導権取ってないっていうのはその状態なんですよ、でその人がその人として生き始めるってことを実際やんなくちゃいけなくて、それは主導権を持つってことで、主導権を持っていることは全てのことを一回自分で判断し直すってことをすればいいんですね。だから今日で自分にこう区切りをつけて、なんとなく思ってたことを、これってこう思うけど果たしてこれがいいのとかね。例えばうちなんかだと、うちのおふくろって本当に心配性で、うっかり親の言うこと信じてるでしょ、はい、そうするとうちのおふくろは心配性だからもうやめなさいと、近所でそういうことやってる人は誰もいないからって言うと、あ、やっちゃいけないのかみたいな、割と純粋にそれを思ってた。で東京出てきてみんながやってるようにやりなさいが、あの全然違うことやってる人いるじゃんって、これ結構カルチャーショックで、それでってことは自分で考えて判断していいんだなっていうふうに、もう後付けで全部入れ替えましたけど、経営者がねマーケティングとかね、そういうのでも本当勉強したのが心理学なんでね、で一応海外のコンサルタントは全員心理学勉強してるはずで、日本のコンサルタントで心理学分かってる人ほぼいないので、マーケティング浅いよね、コミュニケーションも浅いでしょっていうことなんですけど、その意味ではそれを入れ替えればいいんですよ。で入れ替える方法は、これが起きたらこう考えてこういう風な回路を作るって考えるんですよ。でそれを反復するじゃん。だで特にその中でもこれ大事って思ったら、その場面が来た時にロジックを言葉で出せばいいね。これなんかは、あ、よかったここで起きてっていう風になるべく入れ替える、思考だけを変えるで、無言で思考を変えるって結構きつくて、言葉を出した方がに行動が変わりやすいし、思考も変わりやすい、行ったり来たりでしょ。だからいや、よかった意味わかんなくても言うんだよ。こういう条件起きたらこの言葉を言うっていう風に僕はその習慣入れ替えるわけよ、そしたら勝手にそう思うから、どんな大変なことが起きても、さっきの会社倒産してもよかった今でって思うかもねって言ったのは、そういう思考しかしない。でもそうするとさ、今日起きたことは明日の糧でしょ。起きたことに対して自動反応してるから、全部をもう思考も何もみんなそうね。だからそれをね、一回ゆっくり、これに関しては自分はこう思う、これに関してはこういう風にすることを決めるっていう風に一回全部やった方がいいね。嬉しいことに対してはこうするとか、人に対してはこうするとか、そういうやつ大枠で決めれば変わってくるでしょ。で、まあね、そうやって考えたらよくて、特にこういうことに関しては決めたら、あ、いけないいけない、こういう風にするって決めたんだっけって言って言葉に対してと変わっちゃうでしょ、でベースが出来上がってしまうので、あとはもう全部プラスですよね。あと挫折や次から次に現れる次の現実かっこ悪い方のにさすがに消耗して、これでは同じことの繰り返しじゃないかと元気をなくしてる人やないかと思います。これね、次の問題で、って考えた時に、今度その起きる問題とそれに対してどう考えるかっていうのがあるでしょ。現象に対してその現象を起こしているのが自分なのか、あるいは自分が関与できない大きさのものから発生するのかって考えるんですよ。目の前に起きていることをもっとずっとこう引いて考えて、自分が何とかすればなる問題っていうのとできない問題なのかなっていうことを考えるんですね。でその考えが分かると、あ、これ自分の考えてもじゃあ無理じゃんっていうと切り離せます。例えば自分がその環境そのものを抜け出せる実力がないんだ
ったら、これ自分が考えても無理じゃんってスルーしてしまって、とりあえずできるところから自分を変えればいいですね。でね、枠を決めた時、枠を広げた時に自分が変えられないけど、その枠の中から自分が飛び出しても生きていけるっていうふうに考えるんだったら枠飛び出してもいいです。僕も同じでね、外資系の会社に行った時にどう考えてもこうこうこう教えたいとかね、カリキュラムなりプログラムなりがあるわけじゃない。そうすると自分が考えた心がいいなと思ったんだけど、そので長い歴史のある会社だから変わらないんですよ。でどう思ったかさ、じゃあ自分が考えてることを自分が直接やった方がいいなと思って、僕は独立したりでね、だからもっと自分はスカッと生きていけるっていうような形になってるんだけど、そうやって考えればいいですね。ただこう飛び出すっていうのは感情的にやっていいかっていうとそうでもないから、その環境の中でできる側に力を蓄えて準備しなくちゃいけないでしょ。ただどうするかっていうと枠を意識するでしょ。でもしできるんだったら関係ないじゃん。要するに自分がとりあえず関与できないんだから、はい、まあ目の前のことやっとかいいやと、そこに関しては自分の責任ではないとかって考える。もしくはね、あこれ自分がこうその気に食わないと、こんなかで実力があったら出ればいいけど、実力がなかったらじゃあ必ず出るって決めちゃえばいいんだね、はい、でもう意識して実力を蓄えて、もう例えばこの状況になったら自分ができるようになるって言ったら、まあ、新たな目標ができるよね。うん、そういうふうにやればいいんじゃないかな。あ、その時どうやって枠が自分は飛び出してもいいかどうかって測るって分かる。あのね、利害のない第三者に3人ぐらい聞くの。利害のないっていうのがポイントです。すごい重要。例えば、こいつ使って得するぞっていう人は、その人の意思でやっちゃうから、はい、独立できない人に無理して独立させて、はい、もう大変なことしてる人いっぱいいるじゃない。だから本当の意味で、なんていうの、独り立ちしちゃって、力関係が明らかに大きい。要するに自分の人生が相手に対してあんまり影響を及ぼさない。わかる。ね。で、その人に、実は僕こうなんですって、こうでこうでこうで、中にいた方がいいか、出た方がいいかって聞いてみてね。はい、そしたら、その時に3人が、もうそれ絶対出た方がいいよって、本当にクリアに言うはずだから。うん、そしたら、自分はまだ不安があるかもしれないけど、はい、生きていける。これ結構基準値。そうですね。経営でとかね、よく経営者の人に言うでしょ。で、とにかく、感情的になったら成功しないから、はい、もう本当に物事に対して引いて、客観的になって何なのか判断した方がいいくてね、それが分かるといい。まあね、でも、ほら、そうするとさ、楽しいことしか残んないでしょ。例えば自分が苦労してるでしょ。苦労してる自分をこう、ふーんと引いてみると、いや、この年齢でこんな苦労してるのって、そういうないよねって、結構先行けるかもとか思わない。今日はお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。